ブルボンの封印は藤本瞳の歴史小説。新庁舎より1992年12月に刊行された。フランスで語り継がれる鉄仮面伝説とルイ14世の双子説を新たに解釈している。23歳のルイ14世、ジュール・マザラン・ニコラ・風家17世紀半ばのフランス。捨て子を修道院へ運ぶ男は突然若い女に突き飛ばされ。 ジュール・マザランの馬車に惹かれ男は死亡する。事故現場には拘束され死亡していた乳児と、なぜか健康層で百合門に、マリエールと型に夜勤をされた女の乳児が残された。臨重の床のフランス国王ルイ十三世の密命を、受け先を急ぐマザランは、乳児たちを拾い集め、ジェームズという5歳の少年が暮らす屋敷を訪れる。マリエールは、後期だが孤独に暮らすジェームズにとって、 初めて出会った子供であり、国王の密命通りジェームズが、チャネル諸島ジャージー島のカターレット家に身を寄せる際に、ウバのペロネッタとマリエールを同行させることを希望する。カターレット家では、当主と亡命中のチャールズ王子の二人は陰島であり、イングランド生まれの夫人と、娘は敬験な新京都であった。その狭間に置かれたジェームズは、相反する教育を受けながらも、好奇さを失わず、 マリエールもまた青春で美しい少女に成長していた。ある日、二人とペロネッタの地娘、マノンは、ペロネッタが、カターレットや党主と、不倫する姿を目撃してしまう。強いショックを受けた姉妹に、ジェームズは二人を許し誰にも言わないよう悟す。マリエールは、ジェームズの教えに従ったが、多感な少女だったマノンは父親に告げ口をしてしまい、以来、母子ともに、 家庭内暴力を受け居場所を失う。マノンはいかがわしい店に出入りし、毒薬の知識も身につけていく。幼女だったため暴力を逃れた。マリエールも肩の焼き印が原因で人間関係に悩むようになる。ジェームズは肖像画などから自分がイングランド王なのではないかと疑念を持つようになる。当時のイングランドは、新京都革命により国王が処刑され、混乱状態にあった。 ジェームズはやがてガーアンジー等の大学へ留学し、4年後に帰投し、マリエールと再会した。二人は互いにほのかな恋心を抱くが、突如としてルテリエを筆頭としたフランスの売がジェームズのもとに迫る。直ちに逃走したジェームズをマリエールはかくまう。清らかで情熱的な口づけを交わすとともに、ジェームズはもし自分がイングランドの王なら、 神に与えられた義務を果たし、そして必ずマリエールを王妃にすると誓う。ジェームズは海を泳いでフランス本土に渡り、さらにイングランド本土へ逃れ、またマリエールも自分の羊とジェームズを追ってフランスへ渡るのだった。一方のマノンも二重スパイとして彼を追う役目を担いジェームズを執拗に狙う。その途上、マリエールは病に倒れた類という青年と出会う。 ジェームズとウリ二つの彼こそが、ルイ14世であり、若い側近のアドリアン・モーリスとフランソワ・ミシェルは、最小ジュール・マザラミや、ニコラ・フーケに、公私とも支配され、宝刀生活を送るルイが、真の王として覚醒することを願っていた。ルイを治療したことがきっかけで、マリエールは、アドリアンの保護下で教育を受けて、読み書きを習い、自分の出生の秘密に迫っていく。一方、 ルイもまた、マリエールを愛するようになる。その最中、ジェームズの遺書と遺品が届けられた。ジェームズは、マノンと最後の日々を過ごし、マノンが、自分の身代わりになって、障害を負ったお嫁から、肉体関係を持ち、彼女を妊娠させていた。実はすべては、マノンの計画であり、彼の妻になるという夢を果たそうとする。ジェームズの死を知ったマリエールは絶望し、ついに、 ルイの愛称となることを決意する。ルイはマリエールに溺れ、スペイン出身の王妃マリー・テレーズを粗雑に扱い、スペインとの外交問題になりかける。またマリエールもルイに、ジェームズの姿を重ね思い悩んでいた。マリエールは、自分の実家ピカルディ家の謎を解くため、ジップ・アントワールが携わった、毒殺事件を追跡する。その途上、囚人たちの悲惨な待遇を知り、そして、 下級貴族出身の軍人ドボーバンと知り合ったことで、社会制度や福祉に対する関心を持つようになっていく。ボーバンは父の親友であり、マリエールに鍵を託した助手が乳児だった彼女を救った元助中であり、その鍵は建築家でもある。ボーバンが親友夫妻のために作った隠し扉を開けるものだと教える。マリエールは自分の肩の夜勤の意味を悟り、ついに両親を 無実の罪で死に追いやった者を知る。それが、ニコラ・フーケだった。フーケは性敵を殺害するために毒薬を入手したが、アントワーヌを懐柔できないと知ると、マザランの助力を得て夫妻に、無実の罪を寄せ処刑させていた。一方、落命していなかったジェームズは、自らが、ルイ14世の兄で、正当な王位継承者であることを知る。フーケや、 イングランド国王となった幼なじみチャールズ2世の協力を得るが、それはフランスを英国へ割上し、他を共和国として分割する陰謀であることを察知し、フランスへ帰還する。監獄の鉄仮面類と側近たちは、風家の失脚を決心し、1661年8月、風家の開催した豪勢なパーティーに向かう。そこに、ジェームズが現れる。 くして出生以来初めて兄、ジェームズと弟、ルイが再会する。マリエールは彼らに飲み物を用意し、そのうち一つにマノンの助言を得て、ジェームズのための栄養剤を入れた。それを飲み終えた途端、ジェームズとルイがその場で衣装を交換していたことが明らかになる。さらにルイは倒れ意識不明となる。その瞬間、ジェームズがルイとして名乗り出て、アドリアンも追随する。 かくして、真の国王による申請が開始されたのだった。劇的な出来事に傍然となったマリエールが厨房へ戻ると、マノンがジェームズの子を宿したままこと切れていた。幼い頃から愛情を求め続け、愛するジェームズがフランス国王になろうとした瞬間に、彼の記憶を奪った上マリエールも毒殺しようと図り、すべてを独占したと信じ死んだマノンに深い悲哀を禁じ得ないのだった。 しばらく後、ピカルディ家を再興し貴族としての務めを見出した、マリエールの元を、ルイ14世となったジェームズが忍んでやってきた、やり直せないだろうかと。そこには、ジャージー島で過去に迷った日々の面影でなく、本来の居場所での未来があった。他方、北イタリアのフランス領ピニエーロの監獄には顔、覆われ、低調な扱いを受ける囚人がいた。人々は、彼のことを、 鉄仮面と呼んだ。1993年に宝塚歌劇団が舞台化した。森川久美が漫画家。角川書店、アスカコミックスデラックスから全3巻で発売。講段社漫画文庫から全2巻で発売。ありがとうございます。